自分が身をもって体験してることなので、実体験を今から話していきたいと思います。はい。えー、先ほど、承認の土台がないと褒める叱るを受け取らないという動画をアップロードしました。この話は、もともと僕は知っていたわけではなく、引退してからいろんな勉強をしていてで気づくことができました。僕が大学に入ってから過ごしていく中で、 いろんな先輩が教えてくれたんですけど、そこでどんな練習でもついていこうと思えたんですねあの。自分を見てくれていたっていう承認されていた感じが練習だけじゃなくて、まあ、日常から、まあ、練習も含めた日常から先輩に見てもらえていたっていう感覚が自分自身あったので、この先輩についていきたいなとか、この人に理不尽なこと言われてもついていきたいなって実際に思いました。高校なら あの部活動で顧問の先生がほとんど毎回練習に参加するっていうケースが多いと思うんですけど僕が高校生の時は先生毎日来てくださってて指導してくれましたなのでその先生にもすごい信頼があって一人一人感じてたと思うんですけど承認されていたのでどんな練習でも ついていいいててくっっうのがあったと思います卒業してからもすごい愛されてたなとか感謝の思いしかないですねその経験が大学でも身をもって経験できたのはすごい良かったと思います大学2年の冬にこういうことに先輩に気にかけてもらっていて今度は自分がする番だなっていうことに気づいて2年の冬から自分もそういうことを意識し始めていました指導者でこれを特別意識しているっていうのは あまりいないいいととと思思うんんでですすけどど無意識にできている人がほとんどだと思いますなので指導でうまくいかなかったりとか褒めたり叱ったりしてもなんかしっくりこないなとかあんまり伝わってないなとか思う方は22歳のガキがこんなこと言ってるよとかそんなガキの言うことなんて聞くかとか多分思う人はまあそれでいいんですけど自分が指導する側になった時にそれができているかできていないかは 自分自身感じていると思うんで、もしできていない人がいたら参考にしてみてほしいと思います。指導者だけじゃなくて、部活の先輩だったり、会社の上司だったり、心当たりあるなって思った人とか、少しでも変えたいとか、もっとこうしたいとか思ったら、まずは、えっ、ー、と、自分で行動してみてほしいです。